知って得する、ビジネスや恋愛にも使える、ザイアンスの法則。ザイアンス効果とは、接すれば接するほど好感度が上がることを言います。例えばアイドルやお笑い芸人で特に容姿がかっこいいわけでないのに何か好きになってしまう人っていませんか？これもザイアンス効果です。あなたも少しずつ大好きな異性と距離を近づけてみませんか？一気に近づけるのはおすすめしません。ゆっくりです。ザイアンス効果とは、好感度が上がる魔法のテクニック。ただ一気にしつこくしてしまうと嫌われますので逆効果です。このテクニックを使って恋愛やビジネスでも成功してみましょう。